生と、こちらアンドリュー。宇宙同士を集める体験セミナーを開いたが、予想外なことに参加者はゼロだ。せっかく用意した宇宙食も無駄になってしまった。って、あれ？箱がなくなってる？どこに行った？カブリンチョ！カブリンチョ！カブリンチョ！カブカブカブリンチョ！カブリンチョ！ちょっと待ってくれ。むしゃむしゃむしゃ。全部食べちゃったのかい？むしゃむしゃむしゃ。前掛けが首を絞めてるよ。大丈夫なのかい？マナーを守らないと自慢でぐるるぐぎぎぎぎぐごちそうさまでした。くぅ、死ぬかと思った。君は一体？あたいはガブリー。お前は誰だ？私の名前はアンドリュー宇宙スキー。宇宙を夢見る宇宙飛行士さ。宇宙？何それ、かぶれるの？宇宙は食べ物じゃないよ。詳しくはこのセミナーを受講すればわかる。あたい、お腹空いたから帰る。それはダメだよガブリー。君は宇宙食をすべて食べてしまった。もう参加者は君しかいないんだ。あたい閉じ込められた。まず私の想像だが、宇宙は空よりももっと上にある。そこに空気はなく、極寒の空間だ。何話してんの？あたいの質問はお前聞いてるのか？寒い。だが安心してくれ。ナノフィラメントカーボンワイヤー製の宇宙服があればこの通り全然平気だよ。しまった、忘れてた。死ぬかと思った。宇宙怖い。確かに宇宙は恐ろしい場所だ。同時にこの世界にはない魅力にあふれている。例えば無重力状態とかね。何が起きてるの？実はこの建物は簡易型のロケットになっていてね、打ち上げ可能なんだ。ちなみにロケット打ち上げ時にかかる G は最大で通常の約3倍だ。ぐぎぎ、つ、潰れそう。だが重力の鎖から断ち切られた瞬間、私たちは無重力状態になる。いや、違う。これは放物線飛行、パラボリックフライトだよ。これによって疑似的な無重力状態を体験できる。よくわかんない。要するに放物線を描いて落ちてる途中ということだ。あたい死んじゃうの？安心してくれ。この建物にはパラシュートもついている。このまま洋上に落ちて、あとは回収を待つ手はずになっているよ。水が。安心してくれ。宇宙服を着ていれば溺れることはない。あたい着てない。はあ、よかったね、近くに無人島があって。宇宙怖い。何を言ってるんだいガブリー。ここは宇宙じゃなくて無人島だよ。お前が怖い。どうやら空腹のようだね。では今から宇宙食の講義を始めよう。宇宙食に重要なのは長期保存に耐えうること、軽さ、そして高い栄養価だ。さらには衝撃や温度変化への耐性、調理の簡単さが重要だとされる。だが気をつけるべきことはそれだけじゃない。宇宙という